皆さん今日は7月の6日、月曜日ですね。早いですね。月曜日ですよ。どうですか、週明けたんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、雨がちょっと降っておったんですけどね、錦市場の中の方にやってきましたよ。ちょっとね、今日市場河原町の方に出ましたからね、そのついでにちょっと市場高倉まで一回戻って、それからですね、錦市場を東の方へずっと進んで早送りで今は中をお送りしております。いくつかね、店まだ閉まってますけどね、でも前に比べたらどうですかね、ちょっと数空いてますよね。店の数ね、増えましたよね。お客さんの数も増えた感じがありますよね。ちょっとねビデオ回しててもなかなかちょっと顔がたくさん映りそうなんで、あちこちこうねカメラを右左を振りながら落としてますからね、ちょっと違和感のあるものもあるんですけども、今のうなぎなんかもうちょっとねゆっくり見せたかったですね。見てるだけでよだれが出そうですけどね。はい、そろそろと言いますか、もう今毎年のことであればね、祇園祭りの季節なんですね。今年は残念ながら祇園祭りね、鉾とかがね路地に立ったりとか、山鉾の巡行とかね、そういうものが全部中止になってますから、ちょっと寂しいんですけど、見てください、このね、錦市場の中もそうでしたしね、今これ寺町峡谷としてますけどね、ちょっとね祇園祭り風な音楽が流れていて、デコレーションもありますよ。お待ちしております。ぜひ見に来てください。はい、また来ます。